ちょっと動画が長すぎるんで、30分くぎり,区切りにね、俺のどうでもいい、その好きな YouTuber について、YouTuber の愛について語っていこうと思います。まあ、つまらない YouTuber の方が俺は多くなります。愚痴が。はい。えー、ラファエルさんですね。ほんと、結構ラファエルさんの方が俺好きかな。ぶっちゃけ。ラファエルさん面白いですよ。じゃあラファエルさんの、まあ面白い動画見ていきましょうか。 で、ハワイで感動も普通に面白かった。活動休止中のこれも面白いし、マリオ,オデッセイプレゼント企画も面白い。寝起きドッキリも面白い。最近のは結構面白いね。炎上軍結炎上軍は面白いし、金と友情どちらを選ぶっていう光るか歌舞キかっていうのも、金を1000万円ボンって出して、こっちでっていうのがね、よかったですね。 ネクステ新メンバーの七瀬レイって。すごいなんかディープなとこついてくるんですよね、ピンキーさんって。よく見つけるなって思いますけどね。うん。で、あと、怪しい術シリーズも売りつけられたとか。っていうか、全体的に面白いんだよな。ラファエルさんは。ヒカルの一日隠し撮り。いや、全体的に面白いよ、ラファエルさんは。あ、でもつまんないのいっぱいあるけどね。 まあ、案件系とエロ系が全部面白いです。はい。それだけ。ね、いや、本当になんかね、ハズレがないんですよ。コント系のラファエルさんのは。あと、サブチャンネルですね。まあ、サブチャンネルが面白いって感じですかね。逆に短くなっちゃう。それくらい全部当たりなんですよ。昔のね、汚い系、エロ系、案件以外は全部面白い。案件の中でも面白いのあるんですけどね。まあ、はっきり言って、それ以外は全部面白い。だから、コント全部面白い。 ハズレがないっていうのがすごい。あとグラップラー系ね。ピンキーさんは、あれですね。最近、ピンキーさん面白いと思う動画なんだろうな。あんまないな。面白いけど、ツイキャスとか面白いけどね。まあ、言葉選びがすごいよな、ね。ちょっと待って。うん、投げやりに結構なってきてるな。やばいな。うん、でも意外にまあ鼻くそほじるわ。 俺が知らない、お前が知、あ、アンチのための動画面白かった。お前の知らない、俺がいて、あ、カリスマ YouTuber みたいな。もう、面白かった、YouTuber もね。これも面白かった。俺が知ら、あと弟がまた、弟シリーズ全単パってください。面白い。 俺が知らないお前がいて。お前の知らない俺がいて。笑えないくらいかじかんで。愛言葉は雷受けっ嵐の 火に船を出す引き返すわけにはいかないぜ夢が俺たちを待ってるバーボバボバボーって詐欺した事実も光が 4, 4日連続救助者1位だったとかも忘れないから安心してないって。 またお前ディスってのが面白くないぞもっと面白くしろよもっと面白いディスり方しろそんななんか普通のディスりじゃ面白くないゆうやみさんは 夕闇さんは何だろうな面白いよな夕闇さんまで言ったのか夕闇さんは土下座のあのネタ。土下座のやつと怪力とリンゴ。で、東海オエ屋さん。の、その頃、なめくせえのフリーザとピッコロはっていうのをね、見つけて、 やばって思って、俺がしたいオチをしてるんですよ。俺が今後やりたいオチをしてる。あのね、なんか、なんかドラゴンボールドッカンバトルっていうのでやったりとかね。あのフリーザに扮した栃ちさんがね、この首をポンって言って、うわって終わって帰るとかも、そういうのは面白いし。あるように。あるようにさんの最近のスタバで1万円使ってみたってとこですねで。スタバで1万円使わずに、 殴り合いをして終わるっていう動画ですね。寿司ラーメンリクさんはやっぱね、まあね、顔出さないですよ、俺は。うん、やっぱいいっすよ、あの雰囲気は。まあ、しゃ、トーク結構メインのやつが面白いんですよ、あの喋り方は。あの喋り方が面白いかなって。もう、もう、とうとう俺の顔半分だけ。どっちかっつうと4分の1。もう、ほぼ3分の1か。まあいいわ。で、 タイガーキットさんの、はもうトークだよね。ブンブンハロー YouTube って言っちゃったりしてっていうのは最近のあれは面白いですね。ああいう小ボケみたいな。タイガー、タイガー、タイガーとかなんかよくわかんないけど面白いっす。全然元ネタわからないけど面白い。ああ、多分元ネタなんか古いのかなとかよくわかんないけど面白いっす。はい。 ヘキトラさんの動画で一番面白い。最近だとやっぱあれ、ありがとうだっけな。お母さんだっけな。あの動画面白かったですね。はい。それぐらいに面白いのあったかな。いや、覚えてないな。まあもう安定的に面白いです、ヘキトラさんは。え投げやりになってんの、すごい。で、メグイン TV さんやすね。 ああ、面白いっす。もう編集がすごいっすね、結構。うん、テレビ番組向きの編集にしてるから、本当に TV って言ってるんだけで、本当テレビになりたいんだなーっと思いますね。まあ、ということで。あの、もう僕のやる気はない。おしまいだ。えー、っとね。気が向いたら、俺の嫌いな YouTuber じゃなくて、つまんなくてしょうもない YouTuber 編をね、長ったらしく喋ります。はい。もう今日おしまい。おしまいだ いやもうね、もう、延べ一時間とか何時間もまで見てくれてね、ほんとありがとう。マジで。感謝感激あられちゃんっていうことでね。ねえ、まあ、感謝感激ゴンダバドンということで、本当に。マジでありがとう本当感謝俺の収益に貢献してくれて感謝感謝感激ゴンダバドンということでね。えー、まあ、次回という名の今回で会いましょう